こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。クラフトさん、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。カジュアルライズ前に行きそうです。アイルトンノーブル、それに続いています。さらにはクラフトさん7番マーケトリー、その後ろストライクザゴールド後方に控えました。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。それでは先頭から先手を取ったのはアイルトンノーブル、並んで5番カジュアルライズ、ジャスミンカフェ、この馬もこのグループ、その隣にハッピーデザート、その外からマーケトリー、これに続いてビルイーティー、その外からクラフトさん、後ろからの競馬になりました。ポーケー2世、鞍上の手はどの辺りで動くんでしょうか。ザ・ウィッグ・ド・ノース、すぐ後ろ、その後ろからはストライク・ザ・ゴールド、並んで9番ストレートコース、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでメインフォルム先頭に変わりました。アイルトンノーブル、ほとんど差がありません。カジュアルライズ3番手、ポーケー2世、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はメインフォルム、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立った。ポーケー2世、ポーケー2世先頭、あと 200m、 ポーケー2世先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ストライクザゴールド迫る、やはり強い。ポーケー2世、ポーケー2世、ポーケー2世1着、2着にはどうやらストライクザゴールド、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ポーケー2世、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、クリス・ザ・シルワル前に行きそうです。バラシア、それに続いています。さらにはマーリン、4番ライオン・キャバーン、その後ろ、それでは先頭から先手を取ったのはクリス・ザ・シグワル、その外にミュージック・ドーン、その外からバラシア、内からはライオン・キャバーン、その外からギーンランド・ユース、その外にザ・フォニック、その外からマーリング、ピンクの帽子ブレイプ・エアー、その後ろセカンドセット、そのうちに続いています。その後ろにミルフォード・ボード、緑の帽子カルチャー・バルチャー、その後ろすぐ隣にブレイク・ウェーブ、しんがりからクラシック・ドリーム。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。それでは先頭から先手を取ったのはクリス・ザ・シグナル、すぐ後ろにライオン・キャバーン、その隣にザ・フォニック。さあ先頭は依然として5番クリス・ザ・シグナル、ザ・フォニック、ほとんど差がありません。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立った。西のフラワー、西のフラワー先頭、あと 200m、 西のフラワー先頭だ。残り 100m、 西のフラワー出まる、マーリンを迫る、やはり強い。西のフラワー、西のフラワー、西のフラワー1着、2着にはどうやらマーリング、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。西のフラワー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。
いよいよ発走です。スタートしました。 IC ショット、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ラビニア・フォンタナ前に行きそうです。 IC ショット、それに続いています。さらには雪の美人11番リードロケット、その後ろ前に戻りましょう。雪の美人前提を取りました。セプテンバーバージャ、そのうちに続いています。内からはラビニア・フォンタナ、 IC ショット、そのうちに続いています。その外にワイルドグラス、ファイティングブーケ、そのうちに続いています。黒の帽子ナイサー、その後ろ、その外からスピードシャレード、内からはマーケットブースター、その外からスモト、ジョコンダ、それに続いています。新狩りからレーズシグナル、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。この辺りで先頭が変わりました。ソラーティカまだ粘っています。リードロケットほとんど差がありません。ファッションシュバリエ3番手、雪の美人いい位置、果たして先頭を捉えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったラビニア・フォンタナ、あと 200m、 先頭はラビニア・フォンタナ、ナイサー必死に追いすがります。一気にスピードシャレード、スピードシャレード、スピードシャレード、大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちら門別競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。おっとシリウスコンサート、出遅れてしまいました。先行争い何が行くでしょうか。サウスチャイナ前に行きそうです。クイックアーチ、それに続いています。さらにはランドムーン7番フレンチビジョン、その後ろシリウスコンサート、後方からの競馬。では前の方から見てみましょう。サウスチャイナ先手を取りました。緑の帽子フレンチビジョン、その後ろすぐ隣にデルタシンフォニー、この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。もう一度先頭からシリウスコンサート先手を取りました。すぐ後ろにフレンチビジョン、タワチソレイユ後位をキープ、すぐ後ろにデルタシンフォニー、その外からサウスチャイナ、その隣にランドムーン、その横にウィックアーチ、内からはノーブラデュール、その外からピクシーガンプ、これに続くのがノーブラアポロ、しんがりからホワイトシルバー、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から9番シリウスコンサート、依然として先頭、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はフレンチビジョン、フレンチビジョン、さらにリードを広げます。シリウスコンサートほとんど差がありません。3番手にカワチソレイユ、絶好の手応え、カワチソレイユいい位置、果たして先頭を捉えるか。フレンチビジョン先頭、差はほとんどありません。2番手はフレンチビジョン、残り 200m、 カワチソレイユ余力は十分、さらに引き離していく、必死に追うカワチソレイユ、一気にホワイトシルバー、ホワイトシルバー、ホワイトシルバー、1着2着にはどうやらカワチソレイユ、これが地方の実力だ、ホワイトシルバー。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはエアダブリン、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はエアダブリン、あと 200m、 エアダブリン余力は十分、さらに引き離していく、エアダブリン差を広げる。2番手はクラウドパーシブ、エアダブリン1着、エアダブリン完勝、エアダブリン1着、2着はクラウドパーシブ、これは桁外れの強さだ、エアダブリン。
さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭はプリンセスウォール、プリンセスウォール先頭、2番手はプリンセスウォール、鶴丸ガール、抜けたプリンセスウォール、追いすがります。鶴丸ガール、鶴丸ガール、1着、2着にはどうやらプリンセスウォール、見事に勝ちました。鶴丸ガール、クリアカラーズ敗れました。これは掲示板までです。短い直線に入って、後続は届くかどうか。ここで先頭変わりました。先頭はゴールドマウンテン、しかし後続の足色もなかなかいい。レアンジュリー、スイートメンバー追いすがります。レアンジュリー、レアンジュリー、1着、2着にはどうやらスイートメンバー、見事に勝ちました。レアンジュリー、スイートメンバー、2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭変わりました。先頭はムッシュシェクル、河内サンド、抜けた。一気にアイルトンシンボリ、河内サンド、アイルトンシンボリ、1着、2着にはどうやら河内サンド、見事に勝ちました。アイルトンシンボリ、河内サンド、わずかの差で勝利を逃しました。